きなさい。父さん、に兄様、本当に兄様なんですか。ああ、よかった、無事で。父さん、無事だったか。もったいないお言葉。どうやら全員ご無事みたいですね。ここは通せません。君は18日ぶりですね、リーン・シュバルツァー。ファンタグリエル号以来ですか。ああ、と言いたいところだが、どうやら俺たちが来るのを予想していたみたいだな。ええ、ルーファス卿の指示を受けていましたので。さすがと言うべきか。しかし、そもそも君は何なんだ。ミリアムと似たような人形を、まさか姉妹とか言わないだろうな。ある意味その通りです。あ、どういうこと。似ているようには見えませんけど。彼女が姉で、私が妹になりますね。もっとも用途は異なりますが。何やら事情がありそうだが。君の正体は気になるが、今それを正すつもりはない。だが立ちふさがるならば、何としても引いてもらうだけだ。ああ、悪いが全力で行かせてもらう。兄様、交渉終了ですね。不本意ではありますが、少々彼らの働きにも頼らせてもらいます。形式番号 OZ74、 ブラックラビットアルティナ。これより迎撃を開始します。迎撃開始。行きましょう、クラウソラス。俺の番だな。行くぞ。ナイト、ルーク、ビショップ。ターミネートモード起動します。トランスフォーム。よいしょよいしょ。これで終わり。
終わりです。とんでもないな。だが我らの勝ちだな。どう考えても既存の技術体系からは外れているんだけど。まさかエリゼ。兄様。兄様。兄様。すまない、こんなにも時間がかかって俺に力が足りなかったばかりに。いいえ、いいえ、こうしてまた会えただけで、それだけで十分ですから。それに私、今まで兄様にひどいこと。分かってる、もう何も言わなくていい。とにかくよかった、こうしてお前を抱きしめられて。まったくもうちょっとじんときてしまいますねでもよかった。一途な思いか本当によかったな。父さんも元気そうで何よりだよ。からかわないでくれ。なんとかなったみたいね。みんな、どうやら離宮の近衛兵も一通り制圧できたみたいだな。いえ、帝国臣民として当然の働きをしただけです。それと士官学院全体の団結があってこそですから。もしかして陛下もトールズのご出身でしたか。そういえば皇太子殿下はどちらにいらっしゃるのですか。ああ、あのちょっと可愛い感じの。こらフィー、それが。そうなんですか。ちょっと心配ね。皇太子殿下なら王城へお連れしました。王城？バルフレーム宮に？一体どうして。開炎公が執り行うという儀式、それに協力していただくために。どうやら知っていることを一通り喋ってもらうしかなさそうね。ああ、フィ、ミリアム。うん、オッケー。はい、動かない。にひひ、逃がさないよ。儀式の内容は私も詳しくは知りません。ですが少々遅かったみたいですね。何？この歌声って。
あの時と同じ。一体どこから。どうやら空からのようだが。この歌は、そんなのって。エマ君。エマ、どうしたのだ。魔女の眷属に伝わりし、最大の禁呪とされた歌、とこしえの闇から赤き絶望を呼び出すもの、ルシフェンリート。これは。え、そうは火色の王、千の武具を持ちて天命の狭間を滑る者なり、炎の守り手が据え、今より恩美にことほぎの歌を贈らん。そうだ、それでいい。愚帝に打ち砕かれし祖先の大望、今こそ叶えてみせよう。マリーナ殿下、全ての決着がつくまで少しばかり我慢してもらうぜ。なんや？空間が歪んで。これは素晴らしい。ちっとは楽しめそうだな。
コーマ城、黒の司書の記述通りだね。こたびは灰の実が目覚め、青と相争うか。ずいぶん前回と違うようだが、どのように落着するのかな。それはまだわかりません。ですが、どちらに転んでも貴族連合の勝利は万全でしょう。そして見くらう蛇は計画を進め、私も望みを叶えることができる。行きましょう、グリアノス。物語を最後まで導くために。よければ閣下も付き合いますか。今なら特等席を用意させていただきますわよ。歌姫の誘いはあまりに魅力的だが、今回は遠慮しておこう。裏のことは開演校と君たちに任せた。私は表に目を配りながら結末を見届けさせてもらうさ。釣れない方、それでは。物語か、誰について歌ったものなのやら。まあいい、私も己の使命を果たすとしよう。知る必要はない。すでに伝えた通り、防空に専念したまえ。赤き翼に備えてな。それでは、私はこれで最後の任務が残っていますので。ごめん、逃げられた。あ、そういや捕まえるんだっけ。イーサン、もうそれどころじゃない。一体あれは、あの巨大な建物。皆さん、ご無事ですか。